苦しいレイセフォーどう跳ね返すか。第2ラウンドが始まっています。第1ラウンドは聖母シュルトの猛攻、それに耐えた格好のレイセフォーですが、このラウンド3分間しのげるかどうか。苦しい立場に徐々に追い込まれています。シュルトの前蹴り、これで距離を取りまして、そこから一気にパンチできます。右のローキック、圧力押されちゃいますよね。はい、前蹴りが危ない。セフォーが返します。大きなフックを返しました。ブーメランフック、今日はさすがにレイセフォーノーガードの体勢にはなりません。一旦離します。しかし一茂さん、はい、本当に技は多彩ですよね。やっぱり攻撃がもうずっとこうなんていうんですかね、リズミカルに何発も何発も来るんでね、まあ、隙がないというか、セフォーも入り込まなきゃいけないと思うんですけど、入り込める時がないんですよね、ずっと見てると。でまた先週するとですね、本当に平常心なんですよね。これセフォー相当効いてますけどね、もう意地だけで立ってるって感じですよね。うわ、これも膝が飛んでくる。セフォーして8年間、そのうち7度東京ドームに進出しているレイセフォー。レイセフォーもそんな倒れたことない選手なんですよね、はい。ああ、危ない、危ない。ここはまだしかし試合は止まらない。レイセフォーの意地、はい。さあ残り1分半。レイセフォーが KO されたっていうのはあんまり見たことないですね。その凄まじいですが、今日こんな苦しいの顔見が初めてですね。初めてですね。さあセフォー苦しいぞ。この常にベスト8に名を連ねてきたレイセフォー、トップファイターとしての意地がある。そして初出場のセーブシルト、しかし一躍優勝候補に名を連ねています。佐野さん、シルトサイドはもうここで決めてしまえ、このラウンドで決めてしまえという、どんどん前に出てる指示ですね。はい、さあこの攻撃の状況を見ますと、セーブシルト十分に KO のチャンスがあります。よく耐えました。しかしここはレイセフォーが耐えている。よく耐えましたね、今のハイは。いや、来ましたね、今のセーブシュート。さあ攻めても攻めてもこいつ倒れようだという。ああ、しかしその今ブーメランフックも一瞬シュートの頭をかすめている。さあこのラウンドでは仕留めきれないか。セフォーが粘っている。セフォーのコック大ラウンド。レイセフォーもこれまたさすがにすごいファイターです。ファイナルラウンドに入ります。ファイナルラウンド。さあラストラウンド、第3ラウンドです。シュルトがまず前蹴り、そして左のストレートを見せています。この前蹴りが強力です。これによってなかなか中に入れないレイセフォー。まあこの前蹴りと入れないですね。これはまともに飛んでくるんで、はい、ジャブで右の膝ですよね。今のがあるから入れないんですね。右のフックを見せましたが、あーっと、ただこれはスリップです。さあレイセフォー、これから一発で決まる。レイセフォーにも当然一発があります。もうちょっと見せますね。セフォーがやっとやったですね。ええ、ひろこさん、これ頑張ってほしいですね、セフォーにね。あー、今膝つきましたね。さあ、辛そうだレイセフォー。さあ、息を上げているレイセフォーサイド。そしてシュルトサイドも激しく声をかけています。残りが2分になります。冒頭で注意がメシルトに与えられました。一発なんですよね、組んでから。さあ、レイセフォーが今苦しそうだ。左のハイ、さあレイセフォー、ここは苦しい、苦しいレイセフォー。苦しいですね。さあシュルトが
パンチで仕留めるか。これがセフォーの意地。まだ立っている。戦いはこの戦いは戦争なんだ、そう言ってリングに上がったレイセフォー。左のボディ、そして左の膝。セフォーシャーク、セフォーの左の膝、ボイボイというセフォー。しかしふらついている、セフォーがふらついている。左にね、これね、池田選手から聞いたんですけど、痛いらしいんですよね、拳が大きい。セフォーが右のローで倒れそうだ。セフォーの夢、悲願の初優勝へ。さあ、こいこいというレイセフォーだが、今の思いはどうなのか、レイセフォー。さあ、セーブシュートを仕留めるか、倒すか。右の膝、そして左、倒れない、倒れない。東京ドームがどよめいている。レイセフォー、本当に心の強い男です。左を見せました、セーブシュート。なんでこいつは倒れないんだ、そういった表情が見えます。残り30秒、ダウン、スタンディングダウンを取りました。ここでスタンディングダウンを取りました。セーフォーが下を向いた。戦いで決めることができるか。ファイティングポーズを取ります。厳しいレイセフォー。今のダウンは良かったと思いますね、取った方が。さあ、シェットが行く。ダウンを一つ奪った。残りが10秒。一発で倒れるブーメランフックを持っているが、しかしそのフックを出す力はもうないのか。ストップになりました。強い、強いですね。セーブシュート、3ダウンのパンチ、そしてキックを打ち続けました。しかしレイセフォー倒れず、レイセフォーの意地を見ました。なんかものすごい強い選手を見たって感じですね。本当ですね、なんか戦慄的です。もっと進化してますね、セーブシュルトは。強いシュルトを見ました。こんなレイセフォー初めて見ましたね、はい。まあ、ちょっとね、試合前にあの体調、風邪をひいたっていうのは聞いてたんですけども、まあそういうこともあったかもしれませんが、はい、それにしてもシュルトが強かったですよ。まあ、3日前に39度とも言われる熱を出したというレイセフォー。しかし意地で立ち続けました。ダウンは取られましたが、スタンディングダウンです。さあ、3ラウンド戦い終えたレイセフォー、そしてセームシュルト、これから判定が行われます。Ladies and gentlemen, all three judges score the same. The winner by unanimous decision, Sydney Sammy Shields can do nothing with you. He can't touch you. Remember, the only thing he is, he's just in good shape. He's in good shape. You box him, you punch him, he can't hit you. You move, he can't hit you. He can't hit you. Nothing. Only this. Only forward. Only forward. He, only forward. Only forward. Stay on the outside of him and just keep working him. High, low, high, low. He can't do nothing with you. Yes, right here. Right here. Nice kick.Sensei, see, he kick, he can't knock out. He don't have any power knock out with hands. You see, c'est un peu grave qu'il ne met pas en l'air. Oh, finish, finish. Okay. No comment now.No.
Hey, you go out. With my luck with tournaments, it's so. Sometimes, probably about a week ago, I was in tears because we had worked so hard and then get sick. And it seems like every year something happens with me. And I, at one stage, probably a few days ago, I thought that this was going to be my last tournament because I, for some reason I don't have good luck with tournaments. Something always goes wrong, and I don't know why. But you know what? I thought about it again, and after today, I'm sitting here right now, and I realized that fighters don't quit, and quitters don't fight. And that's why I'm here, and believe me, I'll be back again next year. And look forward to another big year next year. So thank you again, and God bless. Thank you.